な感じでね。やっぱりあれですよね。コーヒー飲みすぎだからですよね。僕たち。どういうこといや？コーヒー飲むと早いじゃないですか。<laughs> うん、時間が早くなあ、そうなの？そんなこと考えたことなかったけどな。うん、いや、本当に。うんうん、だからコーヒー飲みすぎなんですよ。いやいや、私あまり飲んでないよ最近。朝だけよ。あ、そう。僕最近飲みすぎだな。うん、本当昼昼の後も飲んでるの？飲んでますね。あ、午後も飲んでるの。私もそれはやめた。 もうもうそうすると大変なことになっちゃう。大変なことになっちゃう。わわそうそう。朝だけで十分で、ね、本当に今は。いや、僕は最近ちょっと飲みすぎですね。2> <ー>朝2杯ぐらい飲んで、<ー>午後い、まあ、うん、昼ごはんなと飲むでしょ。うん <laughs> たぶん,うん、うん、で多分この時間とかにもう一回飲んですごい、ね、晩ご飯の後ももう一回飲んだりしてすごいねだからよ夜中12時踊ってんだよそう夜中12時踊って夢の中でももう早い夢が早い <laughs> 恐ろしいそ,<う> <laughs> それはちょっとやばいね夢の中でも早いですねその動きが、うん、そして朝起きてまたて <laughs>、はい、そんなことやってるすごい だからすごいことになってますね。そう、6か月間が、普通の人にとって6か月が、本当に1か月ぐらいです。ああ。だから、のりこさんに。いやいや、濃いというか、もう早いんですよね。のりこさんに会ったの1か月前です <laughs> そんな感じ、うん、そう。だから、やっぱり何かゆっくりになるようなことをした方がいいですよね。 例えば例えば外歩くときに僕の家の近所って結構老人が多いんですけどおじいちゃんとかおばあちゃんゆっくり歩くじゃないですかその後ろとかを歩いて「遅いな遅いな」おばあちゃんの後ろをゆっくり歩いてゆっくり歩いてるおばあちゃんの後ろを。 歩けば長く感じるんじゃないですか。どうですか。なんかいやあのわかるわかるあの私でもちょっと真面目な話をしたいんですけどいやいやいやいじゃあ突っ込むとすごい私はちょっと考えさせられることがあってすごい真面目なはいはいどうした急にどうしたんですかいやいやいやあのひそういうなんかさお年寄りの人がはもちろんゆっくり歩くじゃないでその後ろを歩くときに。 自分がイライラするかイライラしないかってものすごくその,その時の気持ちに影響されてると思うんですよ、ねはいうん。例えばなんか本当に毎日が忙しくってストレスが溜まってる人はものすごくイライラ感じると,すると思うんですよ。うん、でもそこをちょっと「あっおじいさんだからね仕方がないよね」って分かってあげて、うん、でうまくこう避けてこう何ですかね その人横をこう通り過ぎるとか待ってあげられる人って心の余裕があると思うんですね。はい、<で>はいはいそうです、ね、なそうだよね。で最近そういう話を旦那さんとしたんですよ。なんか旦那さんその時イライラしてて車の運転で前の車めっちゃ遅かったんですね。はい、うん、すっごい遅いって言ってでちょっとこうパスした時にお年寄りの人であやっぱりお年寄りだみたいな発言して私なんかその時はちょっとそれは良くないんじゃないって言って自分だってこれからお年寄りになるのにみたいな感じで政治家。<laughs> 正義感ね そうそうそ <laughs> その時はね、でも私も多分そういう風に受け入れられない時もあるかなと思って、ごめんなさい、すごい話がそれて真面目な話。いやいやいや、旦那さんはちょっとね、うん、あの,あのい、なんかこう、イライラし,し,て,し,してしたってですよね、うん、そういう時にね。まあでもさ、うん、なんかそのいろんな人に優しくしたいじゃない。まあそれは私もできないことが多いけど、なんかそういう優しい社会になるべきだと思うから。もちろんね、<の>うん、もちろんね。なんかこう、 飛行機とか電車でね、やっぱ赤ちゃんとかがいたね、仕方がないじゃない？仕方がないっていうふうにいいで。でもでもわかる。うるさくうるさいなって思う自分もいる。うん、はいはいはい。まあまあそそのそのバランスですよね。やっぱり。うん、でもなんかまあうるさいなって思わないのもまあ実は変ですよね。そうですそうです。はいそうです。だからそういう自分も絶対いる。うん、そうそう。でもやっぱりそこでこう。 まあ受け入れた方がいいですよね仕ないからね。仕方がない。でもそんな、いわゆるお釈迦様のような人間になれるのか、そしてなった方がいいのかもわからないですよね。いやいや、ならなくていい。ならなくていいけど、でも、なんかちょっとストレスたまりすぎの社会は、なんかちょっとギスギスして、普通に冷たくなるのもよくないかなと。 だからごめんなさい、その元に戻るけど、その時間の、なんか、ゆっくりの、なんか、ペースってすごく、時には大切なことです。じゃあ、僕は今日からね、あの、ゆっくりご飯を作って、あの、食事を作るときに、ゆっくりゆっくり。今までちょっと、玉ねぎとか切るの早すぎたんで、ゆっくり。ゆっくりゆっくり切って。それは上手ってことなんじゃない玉ねぎ切るいやいや、でもこれ今日からもうゆっくり。 作りますよそしたら多分奥さんが「スローフード」そうもう本当のスローフードだから奥さんが「奥さんと子供は怒ると思うんですね早くしてよ」って「アピ何してんのお腹かすいた」奥さんも「なんでそんなにゆっくり料理してんの?」で僕は「いやノリコさんがあのゆっくりやった方がいい」って言うんでそこで怒ると「ダメですよ」「怒ったらダメですよ」「ゆっくり行きましょう」 <で>いやこれでも自分に言い聞かせてること本当に食べるときもゆっくりゆっくり食べてもうあれでしょうバターを塗るときパンにバターを塗るのをゆっくり塗ってテラテラっもうなんかバターが溶ける塗っ <laughs> て一<ー>時間ぐらいかけてヌテラをゆっくり塗って、うん、なんかね,ね いやいや、私は本当にイライラしちゃうから、私のタイプは本当に。いやいや、僕もそうですよ。僕は本当に何でもいいです。よいやいや、本当に。まあ、それはそうですよね。なんか、アマゾンでね、注文したんですよ。何かいろいろ。で、まあ、午前中配達にして、まあ、8時、午前8時から午前、まあ、正午ですね、12時まで。 で遅いな、来ないな。11時ぐらいで、まだ来ないで、12時になったんですよ。12時,、うん、12時になった。12時になったら、来ないな。あ<ー>そこからもうカウントダウンですね。1、今だい、ね、2 3、あるある、あるなも。イライラしてね。早く来いよ。ね、そうだよね。遅いよ。ね、早く来てや。俺のウイスキー。 俺はそりゃ早く来いよやいやいやそんな嘘ですけどウイスキー届いてもすぐ飲まないからちょっと怖いですよねそってピンポン開けてそうお届け物ですとか言って早く開きはいやばいやばい人ですねやばいやばい待ってた待ってたその場で開けてねここにサインをお願いしてちょっと待って先に飲ませろ落ち着いたみたいじゃあサイン書きますよ あーごめん手が震えて書けない。もう,もう一口いいか。ああ、手が震えが止まった。大丈夫だ。<laughs> いやだ。そんな家に届け物したくないわ。<laughs> おい最近ね、ちょっと聞いてください。お前お前はいは、いどうぞ。どうぞ聞いてますよ。私はいつも聞いてますよ。最近買い物しましたね。何を買ったんですかまず、うん、あのー、ワークチェア。 ああ、私今お金貯めてんだよな。おうに。うん。ちょっと高いの買いたくって。そうそうそう。ちょっと高いの。うん。いいのでしょう。ちょっといいの買いました。ただこれ。じゃちょっと聞いてもいい。私は本当に興味があるトピックで。うん。まだまあ、いいじゃなくてもいいし、おすすめ。まあでもイギリスで買えるのかどうか。買えない、買えない。あ、買えないこれ日本のやつ。日本のやつなんだ。私はやっぱ腰痛があるから、ごめんなさい。もう真剣に考えて。いい、いい子を買わなきゃいけないと思って、本当に。 これはでも本当に難しいいと思いますようん、うん、どうやって決めたのそれになんか実際に座ったのじゃなくてもう見ていろいろ情報で見て買ったのいやいやもう,もうあれですねあのこの前恵比寿っていうとこに行って、うんうん、ああやっぱりもう座ってみたんだそうそうあの買うつもりじゃない買うつもりじゃなかったあそっかはいはい買うつもりじゃないけどまあまあ椅子をまあそういうデスクの。 あのなんてオフィスのものをい売ってるとこあるでしょそうそう、うん、椅子とかテーブルテーブルっていうかデスクですよねで奥さんとなんとなくこうまあ、うん、あれでしょ旦那さんと一緒に行くとそういうとこ試しますよねですよねこ,これはどうとかるよいつもまあ2つの理由で買ってなかったんですね一つ目はまず高すぎる、うん 高すぎるんですよね。いつも高すぎて、うん、ああ、いや、まあ、高すぎるな。よくても高すぎるし、うん、あとは、なんか、まあ、いいのが、なんか座った感じもなんか、ちょっと、ユニークすぎる。うんね、それもなんかちょっと変だね。<た>うん、そう、なんかいつも、まあ、これ、いいけどなんか変だな、みたいな。うん、でも今回は、まあ、アウトレットセールみたいなのをやってて、うん、まあ、その、 すごく高いものが結構安く買えて、しかも座った感じも、なんかすごいニュートラルな感じがしたんですよね。で、これがちょっと多分、のりこさんみたいに腰が痛い人とはちょっと違うと思います。なるほど。僕は腰が全然痛くなくて、その腰が痛い人のため、まあその腰を、腰を、 何腰に負担がないようなんすが僕にとってはちょっと座り心地が悪いっていうかなるほど,、はい、るほどそうかそうかやっぱり選ぶのが違ってくるわけですねそうだと思いますよ、うん、腰のなんかサポートが強すぎると、うん、僕にとってはなんか変な感じがするんですよそうそうそうでも多分僕が好きなタイプは多分のりこさんが使ってもなんかちょっと十分じゃないっていうか多分ね人によって違うんだと思いますよね でも今の時点で僕にとってはそれはよく,よくとても良かったんですけどまあまた何年か経つとねもしかしたら好みが変わってくるかもしれないし、うん、でもあの初めて、ね、あでも,もう今家にある今奥さんが使ってるあそうなんだそうそう、うん、これじゃないみたいなこの椅子じゃない僕は今あの古い方に座ってるんですけど。 そうか。よくあるパターンですよね。これね。あの、うん、あったら奥さんが使ってる <laughs> あ。他にもその、あのデスクみたいなとこあるわけね。そうそうそう。二つ,つ別の。別の部屋に、多分。あ、そうそう。僕は古いよ。なる,ほどなるほど、なるほど。 自分のために買ったんじゃなかったかなみたいな。そうそう、まあまあよ。まあ全然。もちろん、もちろん、奥喜んでいただければ。はいはい。それは大切ですから。はいはい。そうか。いいな、でも、すっごく買いたいんだけど、私。もっと前に買うべきだった私はね。ちょっとケチってしまって、今までね。まあそろそろあれですよね。やっぱりこう、少しずつこういう、まあ、何こういう何 インベストメントってやつ。あの、うん、ね、自分が毎日使うものに投資をするっていうのは。大事ですよね,、うん、ですね。すごく大切ですね。うん、まあ、そういう意味で、私はそのスタンディングのね、あの、デスクというか、ね、あの、上下。うん、高さを変えられるやつも、お金を結構出しました。しでも、まあ、その時、椅子を買わなかった、一緒にお金がなくて。<laughs> はいはい。でも、椅子も大切ですね。<う>本当にね。 わかります。すそうそうものすごい共感できる。うん、この前、その話しましたっけあのあでも、のりこさんと話した後ですよね、うん、ポーランドの生徒さんね、彼もなんかスタンディングデスクをなんか数週間前に買ってて、なんかこう、スカイプでね、話すときに、まあわかるじゃないですか、スタンディングデスク使ってる人。おお、スタンディングデスク、立ってるんですねって,ってね、はいはいはいみたいな。 先生は、うん、いいですよとか言って先週は歩いてたんですよね、彼は歩いてた。で、えっ、歩いてるどうしてって言ったら、あの、あのトレッドミルを買った。ね歩きながら <laughs> 話してる、ね。それすごいね。私、前生徒さんいたわ。本当に歩きながら。えっ、どういうことみたいなね、動 <laughs> いてる。歩いてる、歩いてる。 ものすごいあの集中力だと思うけど歩きながら歩きながらねで彼はねえ先生大丈夫ですかあのなんか気になりますかのあの歩いてる音うるさいですかっていうからいやあの歩いてる音は全然大丈夫なんですけど聞からのそのタンクトップが気になりますあそっちかいそうそう僕はねタンクトップが気になります筋肉ムキムキだったの そういいうう、ととこじゃななタンクトップ結構意外気にに。るよね、確かそだから今までタンクトップじゃなかったのにやっぱり歩くからねタンクトップを着てるんですよそれがすごい気になって小さいこれともじゃあ哲平さんあの私たちの健康になるプロジェクトでまあお金がないから買えない私もあれだけど歩きながら歩きながらトレッドって。走ってみてもいい 走りながらポッドキャスト。タンクトップ私たち絶対に合わないよね、<や>私たちタンクトップ。いや、なんか本当に。<laughs> もう冗談くらいになるよね。俺こ <laughs> さんタンクトップ着るの、うん、いやいやいや、<う>私は無理。無理無理。私は筋肉もないし、うん。そういうイメージじゃない、私には。でも、てっぺさんにも残念ながらタンクトップのイメージが。タンクトップ着たら本当になんかおじいちゃんみたいになっちゃうと思います。<laughs> いやじゃ なんかどんなに小さいタンクトップでもなんか小さくならないみたいに。はい、<laughs> ああ、面白いね。タンクトップ着て走りながら、ポッドキャスト。うん。ものすごい。日本そうそう。体力つけてますみたいな今日。無理ですね。ごめんなさい。はい、いや、ほんとほんと。<laughs> まあでも、はい。あのー いいと思いますよそういう、ね、あの投資ですよね、うん、いわゆる自分と素晴らしいの、うん、あの仕事や自分の健康のために、うん、まあそのお金は大事ですけどやっぱり少し使ってね、うんうん、でなんかもっとその質を良くするっていうのは大事ですよね。うんうん、そうですね そうですね。<ー>なんか私たちの場合、今回その旅行がね。結構なんかチケットとエアビーアンドビーも四日間だけのくせに高かったんですね。でも、なんか。これは精神面への投資、本当に。<laughs> いや、なんか、私も旦那さんも結構頑張ったから、この五ヶ月間。もちろ,ろん。うん、いや、それはね、やっぱり、何のために生きてるかっていう問題になりますからね。そのそ,うそ,うそうなんか、こう、なんか、お金を使わずに。 楽しいいことをせずに生きていてもまあまあもちろんそのお金がない人にとってはそういう日が続いていくんですけどもしね少しでもその使うお金があるんだったらやっぱりちょっとは楽しいこととか便利なこととか何かそうそう何のために生きてるか分かんなくなりますからねまあバランスが大事ですよねそうですねいつもいつもそんな感じだったらもちろん計画的にね あの貯金とかできなくなっちゃうんですけどある程度ね、あのーうん、楽しみながらそう、ね、いいと思います,そ,す、ね、そしてまたねそこでたくさんインスピレーションもらってそうねそれも大切だよ、ねね、いろんな話ができますからッペさんもじゃその椅子座ったら実際<う>、ね、に使ったらまた感想を教えてほしいですねいやそこの椅子に座るとなんかね話し方が変わりますよねなどういう感じになるの 日本語コンテッペ。<laughs> 日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスティング。と上品な感じ上品な感じ違ったそうそうそう。今日はインベストメントと消費の違いについて。はい、あらあら、トピックも変わっちゃうみたいな。そうか、そうかいろいろなスキーム。スのポッドキャストでも。 人生に役立つお金のこと、そしてライフスタイル、アート。ライフスタイル系になるのそう。今日のトピックはワイン、ワインインベストメントです。ワイン資について。ありそうだよね、そんな。逆に怪しいポドキスト。怪しいとか。まあまあまあ、怪しくないワイン投資もあるかもしれない。ああ、失礼しました。失礼しました。はいはい。ちょっとね。そんな感じ。 うん、じゃあ、お願いします。それ、ぜひ、1本ぐらい。<laughs> どういうことますかいや、ワインはちょっと苦手な、はい、すぐ頭が痛くなるんですけど。おすすめの投資があるんです。あ、<laughs> ありますかはいはい、はい、これから絶対来る。来る、来ますか、うん、あのプロダクションの少ないワインがございまして。こちら、いかがでしょうか、はい、ボルドーの。奥様、こちら。 宗子さん、んかかんまあっという間に時間に。そうですね、すみません。なんかはいはい。じゃあ来週はちょっとお休みさせていただきますけそうですよね。だからね。はいはいはい。そうですね。はい。だから、はいはい、でも再来週またあのストをお届けしたいと思いますので,です、ねあの。マラがスペインのお土産話を持ってきてください。うん、わかりました。はい。たくさん聞かせてください。はい。じゃあ、宗子さんも頑張っては。はい、そうですね。頑張りましょう。 んはい、頑張ろう。またねー。また今度。はい。ありがとうございます。はい、失礼します。またま来週。は,<ー>はい。ます。はい。ありがとうございます。